2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表したよ。すでに前年2021年の末には日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたな。つまり今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったって感じだね。さて今回はそんな日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスとの日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでのやはりアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に区切りをつけるものとなったんだ。太平洋戦争の敗戦によって日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれ、その施策の中で軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も無論その中に組み込まれ、その開発技術も大きく後退したよね。そのため今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は有に及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は技術的に困難だったぜ。また F2 戦闘機の開発が進められた時期はまだまだ日本経済がアメリカに対しても優位性を示していたこともあり、政治的にもそうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯があるな。ここで用いられたのが F16 ファイティングファルコンであり、F2 戦闘機の開発では各部にかなり大掛かりな変更を加えたため、もはや別の機体とすら言えるほどに変化はしており、日本に必須の対艦攻撃能力が強化されたよ。しかし完成した F2 戦闘機をその後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えるんじゃないかな。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して日本では自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていったんだ。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていたよ。しかし今回は結果として日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで、対等な関係での開発に各方面から期待が寄せられているな。そして今回の日本における GCAP グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を三菱重工業社、機関部を IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いているぜ。これがイギリスの場合は、全体の統括と機体本体を BAE システムズ社、機関部をロールスロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではあるんだ。もともとこうした今の日本とイギリスとイタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には IHI 社が製造する国産の機関部の塔を目指すことが有力視されていたよね。これは IHI 社が現在の防衛装備庁からの依頼のもとで、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンがすでに2018年に試作機1機とはいえ納入が行われたことが大きいんだ。そこで製造された XF9 エンジンは地上における動作確認とはいえ、
アフターバーナーの使用時には最大水力約15トン以上。空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示したからね。さすが日本が世界に誇れる企業の一つだよね。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンだったんだ。これはこの XF9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていたよ。また XF9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素だね。こうして掲げたスリム化大出力という目標に対して一定の数値的な達成を見せていた XF9 エンジンではあるんだけど、試作機として実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言えるみたい。それでも悲願の国産の戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後はイギリスのロールスロイス社との共同開発の中でどのように変化するのかが注目されるな。イギリスのロールスロイス社はテンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたけど、それでもユーロファイタータイフーンなどで多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有しているよ。個人的にはロールスロイス社が持つ技術力は、少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と、冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり開発の主導権を握ると思えるぜ。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に最適な選択となることに期待したいな。IHI 社は現在の社名となったのは2007年からだけど、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角として江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では国内の6割以上のシェアを誇るよ。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載するゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイット2社製の、F100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものが使用されているんだ。IHI 社が開発し実用化量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品にも応用が模索されているみたい。ちなみに海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型などの建造を手掛けているジャパンマリンユナイテッド社は、元は IHI 社の造船部門から派生した企業なんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在の航空自衛隊において運用中の F2 戦闘機は、四方を広い領海や排他的経済水域に囲まれている日本の地理的な特性を反映し、自国で保有する戦闘機の中でも最も多い対艦攻撃兵装を搭載可能な機体として知られているよね。F2 戦闘機は主翼の先端部に2箇所、主翼の下部に8箇所、胴体下に1箇所の合計11箇所に兵装の剣下が可能であるが、対艦攻撃時にはここに最大4発の空対艦ミサイルを装備して任務に従事することが想定されているな。この空対艦ミサイル4発を装備する場合でも F2 戦闘機は同時に空対空ミサイル2発も携行が可能なため、最低限のセルフディフェンス能力も兼ね備えており、作戦行動の幅を広げることに貢献した機体となっているぜ。幅広い作戦に対応できる万能型の戦闘機ってわけだね。
さて今回は、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発問題について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F2 戦闘機はアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースにしつつ、機関部は単発でありながらこれだけの対艦攻撃能力を獲得しており、日本の国情に合わせた仕様を実現したという意味でかなり稀有な存在とも言えるんじゃないかな。ただしこうした仕様を F2 戦闘機が実現できたのは、三菱重工業者を中心とする日本の防衛産業各社の緩まぬ研鑽の賜物であり、政治マターで F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことをなんとか形にしたものなんだ。日本企業の創意工夫が生んだ日本のための戦闘機ってことなんだね。本来であれば当時でも大型の空対艦ミサイルを4発も同時に搭載が可能な機体であれば、ある程度の機動性も確保しつつ、その重量を考慮して総発の機関部とすることが定石と思われるが、与えられた制限内で要求を満たしたわけだな。こうした F2 戦闘機の開発の経緯を踏まえて同期の2035年前後での退役に際し、それを代替すべき次世代戦闘機についても、完成後に日本側の意向に沿った自由度の高い改修が行えることが大きなテーマとして掲げられてきたよ。そうした意向を織り込みながらも日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が全てそうであったように、やはりアメリカと共同開発を行うことを前提に次期戦闘機への取り組みを進めており、その方向が確実とみなされてきたんだ。あくまで日本側が開発の主導権を有すること、完成後の改修などにおいても任意にそれを行えることを目指しつつ、いわゆる第5世代戦闘機で西側諸国のディファクトスタンダードとなった F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社が技術支援先の本命と見られてきたみたい。しかしアメリカ側やロッキード・マーチン社側とはこうした日本サイドの要望が最終的に噛み合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては戦後初めてアメリカ以外の国との共同開発を行うことが濃厚と報じられるように変化したね。浮上したのがイギリスであり、同国は自国の BEA システムズ社を中心として、現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンを代替するためのテンペスト計画を主導しており、以前から日本の参画も歓迎していたよ。イギリスと BEA システムズ社が推進するテンペスト計画は2019年7月にまず、スウェーデンが覚書を交わしてそこに参画することになったが、スウェーデン自体は自国でサーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯も持っているぜ。そのためスウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結とは、即座に同国がテンペスト計画で生み出された戦闘機を採用することとイコールではなく、あくまで戦闘機開発の工程で生じる技術の共有という側面が強いと目されているな。第二次世界大戦後の国家としてのスウェーデンのこれまでの軍事政策は、旧ソ連現ロシアを最大の仮想敵国としつつも中立的な立場を堅持することで国の存続を貫くという形であり、それゆえに戦闘機を国産化してきた経緯があるんだ。その意味ではスウェーデンは日本と同じく専守防衛を基本に据えた軍事政策を行ってきたと言えるんだけど、あえて NATO への加盟や国外からの兵器調達を行わないことで旧ソ連現ロシアを刺激しないようにしてきた点が特殊ではあるよね。日本は自衛隊においてスウェーデンと同じく専守防衛を掲げてはいるものの、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結し、数多くの兵器及びそれらのシステムをアメリカから調達しており、立ち位置としてははっきりと西側であることを標榜しているんだ。しかしスウェーデンがこれまで貫いてきた軍事的な中立の政策も、今年2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を強行したことで転換点を迎えつつあり、同国がフィンランドと共に NATO へ加盟することはほとんど間違いない動きとなっているみたい。これによってスウェーデンの戦闘機の調達が従来通りにサーブ等の国産路線を継続するのか否かにも注目が集まるが、NATO の標準仕様に準じる必要が生じればテンペスト計画への参画が大きな役割を果たす可能性もあるだろうな。さてテンペスト計画だけど、続く2019年9月にはイタリアが首位賞を取り交わしており、これによって少なくともイギリス以外に完成した機体を調達する国が複数となり、
スウェーデンも含めれば最大で400機前後の代替需要を得るに至ったよ。日本の次世代戦闘機開発とイギリス、スウェーデン、イタリアのテンペスト計画とが、一つの開発プロジェクトに統合されるのか否かはまだ判然としないけど、日本の次世代戦闘機の調達数は90機前後と言われているね。よって仮にこれらの計画が統合されると仮定すれば、およそ500機前後の代替需要を抱えた開発プロジェクトとなることを意味し、数的には日本がアメリカと共同開発を行うよりも初期の開発コストを低減させられる可能性は高いと思われるんだ。日本の次世代戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画とは、すでに機関部の実証実験機の共同での開発、そしてレーダーシステムの共同での研究を行っているが、すべてを統合した開発となるのか正式発表が待たれる状態だな。ただし若干気になっているのはテンペスト計画自体の進捗が遅延気味の傾向にあると指摘する声があることで、確かに BEA システムズ社を含む参加企業に戦闘機開発のノウハウの蓄積はあれど、いずれもいわゆる第4世代機に限定される点だぜ。第5世代機に対応できるか否かが懸念されてるってことだね。日本はといえば現行の F2 戦闘機の開発に際して、その第4世代機であっても機関部の国産化が果たせなかったわけであるから、イギリスやスウェーデンよりその分野で遅れていることは間違いないため非常に気がかりってわけだね。さらに言えばロシアを最大の仮想敵国とするイギリス等と異なり、日本が今や最大の仮想敵国としている中国はいわゆる第5世代戦闘機の国産の J20 の量産化に着手しており、対峙する戦力の厚みが全く比較にならない点があるんだ。今のロシア・ウクライナ戦争において、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などがウクライナに供与され、ロシア製の戦闘機に対する優位性が示されれば安心感は少しは増すとも思えるよ。しかし残念ながら今のところそうした動きは見られず、西側諸国の兵器の質がロシア製のものを確実に上回るという証明は戦闘機に関しては確認できない状況が続きそうで、日本にとって有意義な戦訓は得られそうにないんだよね。そういえば西側諸国がウクライナに対してレオパルト2等の最新の標準戦車を供与しないことに関して、いざ供与してロシア軍にそれが破壊される憂き目に遭えば、以後の輸出に支障が生じるから行わないとする理屈を少なからず目にするな。しかし輸出用のモンキーモデルだったと言われつつも、ロシア製の T-72 等は湾岸戦争やイラク戦争でアメリカの MIA ブラムスやイギリスのチャレンジャーに完敗を喫しており、射撃精度そのものに大差があるようにしか感じられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今から約2年半前、突如として南シナ海に黒潮潜水艦が出現したことには度肝を抜かれたよね。確か海上自衛隊の護衛艦が米国との合同演習中だったってやつだな。2018年9月17日に防衛省から異例の発表もあり、南シナ海で潜水艦の任務がまさか公表されるなんて思ってなかったし、記憶からも消えることはないぜ。衝撃的なのはもう一つ発表された方であり、実は15年も前から偵察任務を行っていたという異様だったよ。これは南シナ海の海底情報を収集した極秘任務だったということを意味するのかな？当時の安倍政権の意図は明らかではないけど、中国への牽制はもちろんのこと他にも気になることはたくさんあったよ。まあ今頃になって中国の潜水艦が日本領海周辺で偵察行動しても遅いということだね。あの発表は海上自衛隊としては潜水艦の居場所の公表でもあるから、一部の上官は知っていたとはいえ可視艦以下については衝撃的であっただろうな。そうだね。さて今回は、17年前から南シナ海を潜水艦が偵察活動していたこと、護衛艦加賀も F-35BSTOVEL 機を艦載するため回収計画を立てていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。冒頭で話した当時防衛大臣を務めていた小野寺井天氏という方は、宮城県気仙沼市の出身で2011年の東日本大震災では自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として有名な方だよ。また、防衛大臣を2回も務めた方であり、どうせやるのであれば防衛大臣より復興大臣になってほしかったという声も囁かれていたんだ。
話を戻すと、南シナ海で対潜水艦の訓練を行ったのは海上自衛隊の潜水艦黒潮と護衛艦加賀など4隻だったよ。海上自衛隊によると、本訓練は南シナ海からインド洋にかけて2ヶ月間の長期航行に出ている護衛艦に潜水艦が合流して、2018年9月13日に南シナ海の公海で行われたということだったんだ。訓練内容は、海中を航行する潜水艦黒潮を敵国と見立てて、動きを探知して気づかれないように追尾するというもので、当時海上自衛隊が公開した写真では、護衛艦を飛び立ったヘリコプターが潜水艦を探知するためのソナーと呼ばれる音波を収集する装置を、海中に投入している様子も確認することができるよ。対潜水艦の運用については国防において最重要任務の一つで、これまで主に日本周辺海域で訓練が行われてきたんだけど、今回のように南シナ海まで南下して訓練を行うことや、公表することは異例のことだったんだ。南シナ海に存在する島々では中国が軍事拠点化を進めており、本訓練では海洋進出を強める中国を牽制する狙いがあったと騒がれていたが、安全保障環境の変化を理由に自衛隊の活動範囲も広がっているぜ。日本ものんきに指くわえて見てるだけじゃダメだからね。中国の脅威に対抗しないと。対潜水艦任務は、海中の潜水艦が発する微弱な音波や磁気を、艦艇やヘリコプター、それに航空機が持つ専用の装置を使って探知し、部隊を展開するというものなんだ。今回は南下して南シナ海での訓練となったんだけど、この地域に存在する島々では中国が軍事拠点の構築を進める一方で、これを警戒するアメリカ軍が島の周辺に海軍の艦艇を派遣する航行の自由作戦を行うなど緊張が高まってきているね。中国外務省の秋総報道官は2018年9月17日の記者会見で南シナ海の情勢は安定に向かっており、中国と ASEAN 国々が適切に対応していると主張した上で、域外の国には、この地域の国々が対話によって問題を平和的に解決しようとする努力を尊重し、地域の平和と安定を損なわないよう求めると述べ、日本が南シナ海の問題に関与を強めたと牽制したみたい。今回の対潜水艦訓練の意味を海上自衛隊の元海将まで務めた、金沢工業大学虎ノ門大学院の伊藤俊幸教授は通常なら潜水艦の動きは一切秘密にするもので、隠密性そのものに意味があるが、今回はあえて発表していて、ここが大きなポイントになる。これは戦略的な情報発信で、日本として構えがあることを見せて一つの抑止力にしようとしていると指摘したよ。また南シナ海で密かに訓練していたことについてははっきり言うと今回は中国へのメッセージということになるが、中国と戦争をしようとは誰も思っていないし、中国側も思っていない。ただ、中国の海洋進出に対してはアメリカやイギリスなどが関与しだしており、そうした中で日本政府としても外交や経済に加えて自衛隊の活動も視野に入れて対応したということだと思うと、伊藤教授は述べたんだ。続いて、その上で今後の対応については中国との緊張を高めるためにやっているわけではないが、自衛隊の活動も含め日本政府全体としての取り組みとバランスが取れているかどうか、国民やメディアが厳しくチェックしていくことが大事だと指摘したみたい。政府は2020年12月21日に発表した2021年度予算案で、前とした訓練にも参加していた海上自衛隊呉基地を母港とする護衛艦加賀の改修に203億円を計上したよ。アメリカから購入する最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の運用を想定し、事実上、空母化するという計画だな。在日米軍の再編に伴う都道府県向けの交付金に20年度と同額の50億円も盛り込んだのだけど、米軍岩国基地岩国市への空母艦載機移転を受けた山口県だけに交付されているんだ。護衛艦加賀改修の主な内訳は、艦首の形状変更費222億円で、耐熱処理やアンテナなど装備品の移設に24億円、改装後の米軍との検証試験に29億円となっているよ。防衛省の坂本大輔防衛計画課長は着手は21年度末を予定とし、改修は定期整備と合わせて実施し、期間は14ヶ月程度と説明したね。空母化を進める同型護衛艦は加賀と出雲の2隻であり、中国の太平洋進出を念頭に抑止力を強化するという大きな狙いもあり、先行して回収する出雲は20年度予算ですでに計上されていたみたい。在日米軍再編で基地負担が増える都道府県向け交付金は、岩国市と周防大島、脇領町での事業が対象となっていて、2015年度創設の制度で、2018年度から10年間は毎年50億円を交付する方針でいるんだって。防衛省地方協力局は2021年度の予算案をまとめた段階であり、その先はまだ予定されていないと発表についてとどめたよ。岩国基地の空母艦載機による陸上空母離着陸訓練 FCLP の移転候補地、
鹿児島県西之表市の馬毛島に関する予算は31億円となっており、これが国民への負担にどう影響してくるかは掘り下げようとも思わないし、理解をしてほしいと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。